加藤豊がナビゲート、チャオスタイルアップユアライフ。さあ、この時間はスタジオお客様をお迎えしております。自己紹介をお願いできますか。はい、みどりです。なっちです。アリサです。出没アイドル、レベソーです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。2度目の登場でございまして、はい、お久しぶりになりますけどね。お久しぶりです、はい、あの時はあのグランジェのアンバサダーっていう形でご登場をいただき、はいはい、出没アイドル日本各地で旅をしながら YouTube でどんどんダンスをアップしていると、はい、実態がつかめない感じのアイドルでしたけれども、はい、その後だってまたいろいろと YouTube にしても何かこう勲章を得たと。そうなんです、ね、そうなんです、そうなんですそう、エイベックスさんと、はい、YouTuber をたくさん抱えている、まあ、ウームさんという事務所さんがコラボした初めての YouTuber 女子オーディションというのがありまして、うん、はいはいはい、私たちなんとそれで審査員特別賞をいただきました。おめでとうございます。ね、だから出没ユニット、出没アイドルであり、はい、YouTuber 特別審査員特別賞であり、はい、さらに、最近女優ユニットとかいうなんか肩書きも見たりとか。そうなんですね。肩書き本業の方だよね。本当はね、はいはいはい、あのアイドルでもなく YouTuber でもなく、うん、女優っていうところをやっとこう出してきました私、はい、なるほどなるほど。ということはじゃあ2016年はこの女優業の方がかなり活発化していくような、はい、そんな感じになってきますかね。そうですね、はい、その予定で、はいはいはい、ということでこのあたりについてねしっかりと今日伺っていこうと思うんですけれども、はいはい、そう、いよいよ何、石川公演が決まったと。そうなんです、ね、そうなんです、はい、やっちゃいます、石川で。ね、だからまたこの石川県とのつながりがぐっと深くなるような、はい、うん、そうですね。で、まあ、石川で公演するようになったきっかけもその前回のグランジェさん、グランジェのアンバサダーのお仕事をいただいて、うん、石川との関わりが深くなってきて、じゃあ石川で私たちの本業やりたいねっていうお話からこう夢ができ、うん、現実化したと。はー、だってアリサさんがね、あの石川県の、はい、のみの、そうです、飲み育ち、はい、ということで、そこからじゃあ石川つながりがぐっとまた加速をしてった感じなんですか。はい、もうだから私今もう実家こっちにないんですよ。うん、だからもう石川に帰ってくることないなと思ってたんですけど、またこうやって仕事で、はいはい、石川に帰ってくることができて、かつあの舞台なんでお客さんに見てもらうものじゃないですか、うん、だから知り合いとかお世話になった方たちとかまだ出会ってない若い人たちにこの石川出身の私たちのお芝居を見てもらえるっていうのは本当嬉しいですね。住民票移してしまえば。住んでこっち住む。あ、その際にはチャオさんよろしくお願いします。ね、本当によろしくお願いしたいなと思いますけれども、そう、こちらですね、広がる世界の片隅でというですね、はい、まあ舞台ですよね。舞台です。はい、これが、金沢21世紀美術館のシアター21で。はい、開催されるということ、はい、これもでも面白い舞台になるんですよね。そうなんです、まあ、もともとその金沢の皆さんにその、まあ、舞台を見ていただきたいっていうのがきっかけで始まった今回のプロジェクトなんですよね。そこが目的なんですね。そうなんです、そうなんです、はい、で、まあ、東京でやっているお芝居をこっちに金沢に持ってきたい、うんうん、やっぱりその金沢とか地方の方って舞台の敷居が高いと思うんですよね。あまり見ることないですよね。そうだから東京ほどこう気軽に見れるものではないので、でもそこをなるべくあの安いチケットの金額も抑えた状態で若い方たちにも見てほしい、うん、で普段頑張ってる大人にも見てもらって、うん、よし明日から頑張ろうとか、うん、ああ感動したとかいうそういう気持ちをこう伝えていきたいなっていう思いがあって、うん、じゃあ金沢でやろうと、で、はい、その前に東京でやろうと、うん、あでも東京で大成功させたよっていうものをやっぱり金沢の人とか石川県内の人たちに見てもらいたいなっていうのはあるので、はい、やっぱり成功してない何でもない舞台を持ってきても、うん、えみたいな感じでそか、はい、なんで来たのみたいな、そうなんであの東京とか舞台好きの人たちも絶賛してくれたよっていうような舞台をこっちに持ってきたいなっていう考えがあります ね、うん、ですね。はい、21世紀美術館シアター21の公演は6月の4日と5日なんですけれども、はいはい、その前5月の21と22に東京公演、はい、これもね、はい、高円寺の方であるということで、はいはい、でまたこのメンバー的にも他にも石川県の方がいっぱいいらっしゃるんです。そうなんです、うん、はい、ジュノンボーイの準グランプリ取られた方なんですけれども、あの石川さんも石川県金沢市出身で、うん、で
あのヒロインの山本さやかさんなんですけれども、元 e-girls のメンバーということで、この山本さんも石川出身ということで、はいはい、今回ぜひね出演してくださいということで出てもらうことになりました。そして脚本を書かれている高島のりひこさん、はい、この方も石川県出身の方、はい、そうなんです。こののりひこさんが私が以前出演した舞台の脚本演出をやってらっしゃって、はい、でお話ししてたら、あら同い年、しかもあれ金沢出身ってことで、うん、こうアリサちゃんとね、はい、引き合わせるっていう流れになって、はい、でぜひ一緒にやりましょうということで、はい、はい、すごい。だからね、なんかオール石川的な、そうですね、ね、感じもこうどん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 漂ってきますよね。そうなんです、ね、うん、やっぱりあの東京出てしまったもともと石川県の人たちもやっぱりこうやって郷土愛があって、うんうん、こっちの人たちにもやっぱり楽しんでもらいたいっていう気持ちがあるっていうのも感じていただけたら嬉しいなと思いますね。やっぱり出て行ってもやっぱ田舎って好きじゃん、なんかそういうのは絶対あると思うんで、でこれから東京行こうかなとか悩んでる人たちにもなんかいろんなこと感じてもらえたらいいなと思いますね。なんか一遍出た人の方がむしろなんかこう郷土愛というか、ふるさとを思う気持ちっていうのは強くなるかもしれないですね。そうですね、確かにそうです。あとご家族とか親戚の方もわざわざ東京に舞台見に来るっていう方もいらっしゃるんですよ、うん、そういう方にも地元であの今回舞台できるってことで、もう伊坂さんとかもすごい喜んでくださって、東京公演と金沢公演、まあ、内容ストーリーとかは全く一緒なわけでしょ。全く一緒です、はい、だけども料金が違うんですもんね。そうなんですよ。これはねお得ですよ、石川県の皆さん、ね、うん、東京公演の方がこれ S 席5000円 A 席4000円当日4500円なんですけれども、はい、石川公園、金沢公園の方は前売り当日とも1800円、はい、高校生以下1000円、安い、はい、今だけですよ、ね、これは本当に私たちがやっぱ舞台見に行くきっかけっていうのは地域の方、地方の方って少ないっていうのがありまして、私も広島出身なんですけど、うん、やっぱりあの舞台見に行くっていう価値観がまずなかったりとかきっかけがなかったりするんですよ、うん、でそれでもう映画と同じような金額にして、もう映画行く感覚でぜひ気軽に見に来てほしいなっていうのがあって、うん、もう私だいぶ頑張ってね、私たちもこの値段にさせてもらいました。はい、はい、そう、そしてあとはまあゲストの方でね、東京公演には及川奈緒さん、はい、はい、そして、金沢公演はカフェジョキャニーニャの岡崎さん、はいはいはい、この2人あの、まあ同じ役をやるんですよ。え、及川奈緒さんって、はい、言ったらあの元セクシーアイドル系の及川さんですよね、はいすはい、僕もよく存じ上げてますけども、はいはい、で岡崎さんは、はい、どっからどう見ても写真男ですよねそう、性別違うんですけど、東京公演と金沢公演それぞれ同じ役をやるんですよ。へー、そうなんだ。そうなんです、はい、そうだからそれが違うので、東京公演見た人も金沢公演見てほしいし、うん、金沢の方にもできればね東京公演見ていただいて一、うん、人客室が違うとこんなにも役って変わるんだと、そう、作品自体もこういう風に変わってくるんだみたいな面白さもぜひ見ていただきたいなっていうのは思いますね、うん、対比できますもんね、そこがね。そうなんです。そうか、でそう、このストーリーとか全く触れてなかったんですけれども、はい、ストーリー的にはどんな感じで、そしてデベソの立ち位置っていうのはどういう感じになるんだろうっていうのは、うん、こう当たり障りないところっていうか、ね、お話できる範囲でネタバレしないですね。そう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 、ね、まず私たち3人は3姉妹、はい、はい、ほう、探偵です。ほー、うん、三姉妹って聞くとなんかレオタードに身を包むやったり ね、 ね、そう、キャッツアイ的な、うん、そうそうそう、なのかなとも一瞬思いましたけども、探偵なんでね。そうなんですよ、うんうんうん、泥棒ではないんですね正義の味方の方ですね。はい、消えたとそう、それで、うん、まあ、三姉妹探偵が、まあ、いろんな事件だったりとか、うん、相談だったりとかを受けて、うん、こう、ね、試行錯誤していくっていうのもあるんですけど、やっぱり主演ヒロインっていうポジションもありますので、伊坂さん、山本さん、はい、そちらも本当の本筋というか、うんうんうん、そういうものがあって、私たちも事件を同じ事件、いや同じかな、同じじゃないかな、うん、いろんないろんな事件がこう出てくるんですよ。はいはいはい、なんか荒れておりまして、世の中が、このお話の世界だと、うんうんうん、でいろんなのに翻弄されながら、うん、そこに生きてる人たちは何をどう選択して何を思って過ごしていくのかっていうような、うん、なんていうの、ね、会話、そう、ミステリーヒューマン的な
そう、どっちもある感じかな。3部作なんですよね。そうね、そう、3部作、3部構成になってて、はい、でそれぞれでまあヒントがありつつ最後にその全部一本の線につながるみたいな、うん、私たちの探偵事務所を中心にいろんな事件が舞い込んできて、はい、みたいなお話になります。いやこれ楽しそう。いや面白いですよ、ね、ちょっとこれぜひですね、はい、チェックいただきたいなと思います。金沢公演は6月の4日土曜日、こちらがね午後6時の公演、はい、そして6月5日日曜日は午後1時の公演となります、はい、そしてその前の東京公演は5月21日土曜日が3時と午後7時、そして22日の日曜日がお昼12時半と午後4時半ということでございますので、はい、まあ、詳しくはね、はい、このデベソのホームページもしくは広がる世界の片隅でこちらの方で、ね、検索をしていただきたいなと。はい、はい、好評につき S 席完売なんですね。そうなんです、もう販売してすぐ、うん、10分以内ぐらいに売り切れちゃったんですよ、まあ、私たちも予想外で、うん、ちょっと S 席余ったらどうしようかなみたいな話をしてたんですけど、うん、まさかこうなるとは思わず、で S 席の追加発売もありつつ、はい、同じ内容が半額以下の値段で金沢では見ることができると、はい、ということでね、ちょっとこれはぜひぜひチェックいただきたいなというふうに思います、はい、そしてこのねデベソの重要度、はい、物語の中でどういうところに占めてくるのか、この先のデベソとの関わりみたいなね、うん、リアルデベソの石川県とのつながり、そうですね、そう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 、ぜひ見届けてほしいですね、こっちの方も楽しみにしたいなということで、ぜひぜひお出かけください。6月4日5日金沢21世紀美術館シアター21広がる世界の片隅でデベソ登場でございます。じゃあですね、そろそろお別れの時間近づいてきてしまったので、早い早い、もうちょっともうちょっともうちょっ と, ちょっとこれは後ほどディレクターと直談判で4月以降に移るんでね、なんかレギュラーコーナーとかで準レギュラーとかなれるかもしれない、もうぜひ石川とのつながりがもうなんかすごい無責任なこと言ってますけどいつでも来ます、ね、じゃあ最後にですね、ここ、21世紀美術館に向けての意気込み一人ずつ伺えればと思います、うん、あ、じゃあ私はまあ石川県アリサ出身ということでですね、本当にあのお世話になった方とか、あとまだ夢を追いかけようとしてる人たちとかには、本当にあの東京で動いてる私たちの行動を見て、何か何でもいいんで感じてもらって、あと悩んでる人がいたら、あ、そのセリフの一つ一つで新たな発見があったりとかもすると思うんです。で、まあやっぱりこういう芸術、お芝居っていうものにちょっと距離がある人たちが多いと思うので、新しい好きなことをこれを見て増やしていただけたら嬉しいなと思いますので、精一杯頑張ります、よろしくお願いします。はい、はい、ナッチです。あの私もですね、舞台大好きなんですけれど もうお芝居も舞台もやっぱり行ってみないとわからない楽しさっていうのがあるんですよ。もうその生のお芝居が目の前で繰り広げられてる、まあ、汗が飛び散ってきそうとか唾が飛び散ってきそうとかあるんですけれども、うん、そういうのをやっぱ行かないとわからない。でも行った人は絶対大体はめっちゃ面白かったとか、こんなに舞台面白いって知らなかった、また行きたいって言ってくれる人多いんですよ。なのでもう今回かなりお値段も、ね、映画価格にさせてもらったので、今まで見たことない人だったり、あのちょっと興味あるけどっていう若い方だったり、まあ、もしくは東京までいつもわざわざお芝居見に行ってるっていう方 もうあのいいお芝居、東京のいいクオリティのいいお芝居を、あのもう私たち全力で頑張って今回石川でさせていただきますので、もう一人でも多くの方に見に来てほしいと思います。よろしくお願いします。はい、みどりです。私自身あの舞台を見たことがきっかけでやっぱり役者を目指すようになったんですよね。一つの舞台が人の人生を変えることって本当にあって、舞台を見たことで本当に感動したり、他のいっぱいいる一緒にいる300人のお客さんと一緒に大笑いしたり涙を流したり、そういう、こう生じゃないとないようなことをあの舞台に見に行くとやっぱり感じることができるんですよね。そういうことをたくさんの人に感じてほしいし、若い方には勇気と希望を持ってほしいし、大人には勇気と活力を持ってほしい、うん、そんな気持ちで今回舞台を届けられたらなと思ってます。一人でも多くの方に見に来てほしいのでお待ちしております。はい、ということで、ね、金沢公演の成功をお祈りしたいと思います。今日本当にどうもありがとうございました。ありがとうございます。女優ユニットデベソの皆さんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、大丈夫です、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
って編集とかするんですか？うん、そうですね。なんかそんなに今ので気持ちつまむかもしれない。うんうん、そうですよ、ね。はい。ちょっと詰まったところとか、そうそうそう、噛んだところとか、はい、この辺りはもう朝厳しいんで、ちょっとちょっとちょっと、いや楽しみ楽しみ楽しそう、ぜひ見に来てください。空いてますか、ね、土日？そうだ、言い忘れたんですけど、あ、そう、加賀百万石町と同じ日なんですよ。あ、6月4日ですか。そうだ、本当だ。4日の百万石祭り行列だ。そう、で、それが終わったぐらいの時間からこれが始まるんで。ですね、ですね。そう、そのまま飛び忘れちゃって、人はいっぱいいるわ。そうですね。めっちゃいる。うん。ビラ配る。街中に貼ってチラシ。てかもうその時点ではもう完売なんじゃない？あのちょ、でもその気があるかもしれないですよね。うん。あれ半分ぐらいで。今6割もうすでに埋まってて、一昨日販売開始したんですけど、うん、もう6割埋まっちゃったので、はいはいはい、結構いい感じに。うん、れてこの調子で行ったらもう今月中には満席になる可能性は、ね、おそらくそんなにキャパもないので、うん、21世紀美術館のシアター20って、そうね、ね、150人ぐらいだったか、うん、ここのザ・高円寺っていうところはどれぐらいのキャパなんです？300弱、250とか、そうですね、うんうん、完璧、あ、そっか、用意するのは100、256か、250ぐらいですね、はいはいはい、であればきっと、うん、ね、満帆にもう、ね、今日のこれが放送されるぐらいにはもうなってるかもしれない。残念ながらソールドアウト。本当は追加公演とかしたいんですけど、はいはいはい、もし本当に石川の方たくさん見に来てくださるんだったら、うん、ただ、あ、そうか、クラウドファンディングの話しなきゃ、あ、そうだった、それスタジオの方で押さえときますわ。あ、この放送、あの、インタビュー流した後で曲流れた時に、実はクラウドファンディングがあってみたいな感じでちょっとご紹介ができれば。